にちっちゃめなさ、ちっちゃめなギフトが飛んでるからさ見えないね。いつどこから降ってくるかわかんない。こうやってもうさ画面をさ広く見ておかないと。あーケロピーいっぱい落ちてきた。初見です、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひフォローしてください、ありがとうございます。知らない間にね可愛くなってて、後ろが背景がめっちゃ可愛い。いいね、嬉しい。ずっとこれでいてくれたらいいのにね、嬉しい、可愛い。昨日初めて耳レーンに来ました、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そう昨日はねもう忙しい、めっちゃ忙しかったですね。昨日はツーショット撮影会で、一昨日は奈々子さんの卒業公演でね、その前もあの本当にリハがあったりとかしてバタバタしてたので、しばらくショールームできてないから、そう話したいことが山ほどあってさ、何から話したらいいかなって感じなんですけど、今日のアレンジ会ありがとう。これあれだよ、インスタに作り方載せてるから見てください。そうだよ、あの髪型だよ。もうボサボサになってたけど、そう昨日ほんと移動がめっちゃ大変でした。朝早くにさ出てさ終電で帰ってきてさ、うん大変だよね。そうあのさっきさインスタに載せたさ昨日の写真、昨日あれは2部終わりに撮った写真なんですけど、あの時の髪型も好き。だから今日それしようと思ったんよ本当は。なんか昨日初めてあのちびっこいクリップのあのヘアアレンジをしてね、そうなの、可愛かったからやってみたら可愛くて、ありがとうキロッピが落ちてきた。そうやってみたらなんかすごい結構可愛くて、今日もやろうかと思ったんだけど、さすがに2日連続はやめました。そうなのそうなの、フォローしました、ありがとうございます。友達新潟に引っ越しするの、そうなの、嬉しい、いっぱい来てね、ありがとうございます、嬉しい。そうあのさ髪型めっちゃ可愛くない、自分で言うなって感じかもしれないけど、あのクリップの髪型めっちゃ良くないですか、可愛いよね。そうで結構ハマりました。触覚変えたの気づいた、強すご、あのさそう前髪切ってからショールームしてないかも、もしかしてあの一昨日違うな、奈々子さんの卒業公演の前日に前髪を切った。1ヶ月前もそんなこと言ってた、ちょうど2日、9月2日にちょうどあの新潟一番サンデープラスさんのロケした時だったから、ちょうど1ヶ月前に前髪切りすぎたとかって言ってたのに、ちょ月1で切っちゃってまた切りすぎちゃった。またねこの長さになってしまったんだけど、その時になんか触覚が今までずっと左右ちょっと長さと量が違くって、だから揃えてもらったの、長さと量を。よく気づきましたね、触覚が変わったことに。前髪は切りに行ってます、前髪だけ。あのね今まで500円だったのが1000円に値上がりしました、悲しい。2回分って思いながら、でも自分で切って失敗するの嫌だから1000円になっても通ってる。そうなの、わかる、ちょっと倍はさ高いよね。なんか別の例えばトリートメントとか普通のヘアカットとかなんか別の何やつとセットにすると500円になるんだけど、前髪カットだけだと1000円なの。そうなんか今までは初回の人は1000円でそれ以降は500円だったんだけど、前髪カットのみになったら1000円になっちゃった。そうなの。
まあでも1000円払ってでもいいから切ってもらってる。そう、自分で切ってガタガタになるよりかはいいかなって思ってそう、いやそうだよね、元の500円が安すぎただけだよね。1000円払う価値あるよね、人に前髪切ってもらってるんだもんね。そう思う、私もそうだから前髪っつってめっちゃ切っちゃった。ななこさんの卒業公演気合い入れすぎて前髪切っちゃったそしたらめっちゃ前髪短くなっちゃってまあいいんですけどね、また1ヶ月かけて伸ばすのでそうなんですよ。昨日の服可愛かった、ありがとうございます。昨日はね、あのカフェデート風だったので、そう、あのちょっとカフェで、なんかカフェ、私カフェ巡りすごく趣味でよく行くんですけど、なんかカフェ行く時とかは結構ベージュっぽいお洋服を着ることが多くって、本当に普通にカフェ行くならどういう服着たいかなって考えた時に昨日の服は決めました。そうだから、あんな、なんかベージュな服になったねえ、昨日さ、私めっちゃ楽しかったんだけど、個人的にあのブースの中がもちろん皆さんとツーショット撮ることがすごい楽しかったんですけど、なんか今までで一番、なんだろう、内装にこだわったみたいな内装にこだわったっていうか、その飾り付けにめっちゃこだわって、なんかカフェっていうテーマがあったから、それに合わせて選んだので、なんかすごい今までで一番こだわれた気がする。そう、すごい楽しかった。だから装飾して、そう、なんかテーブルクロス、なんかね、これたまたまなんですけど、なんか新潟会場の時のセッティングだと、あのパーテーションがもう机に張り出されちゃってて、あの動かせないんですよ、パーテーションが。まあ剥がせばいいんだけどあのなんか貼ってあるのに申し訳ないじゃないですか、剥がすの。そうで、それを知ってたから、あのなんだろう、やっぱテーブルクロスあった方がカフェ感増すけど、でもちょっと新潟みたいにそのテープで貼られてたらできないなって思って、まあでも一応ちょっと買うだけ買っといて、できなかったらまあ使わなくてもいいかとかって思ってたんですけど、昨日行ってみたら東京会場はあのパーテーション貼られてなくって、全然動かせる、なんか立てるタイプのやつだったから動かせたの。そう、たまたまなのでテーブルクロスも引けたし、そうで、なんかこの1週間めちゃくちゃ忙しくて、全然そのなんだろう、このツーショット撮影会に向けて準備をしたかったんですけど、なんか買いに行く時間とか物を揃える時間が なかったのね、この1週間めっちゃ忙しくって。だからなんかそのテーブルクロスとかもうめっちゃ前から、3週間前ぐらいからもうそのカフェっていうテーマが決まった時からもうそのネットとかで買い集めてて、買いに行ける時間がなさそうだったから、でもなんかいろいろ買い進めた時に、そのいつもなら結構チョキチョキ作っていろいろ貼ったりとかしてるんですけど、それを作る時間もあんまりなかったから、なんか飾り付けがすごい寂しくなりそうだったのね。でなんかいろいろ買い揃えたし、作れるものは作ってみたけど、これ多分なんか寂しいな、せっかくなんかカフェっていうテーマなのに寂しくなっちゃうなって思って、あの前日に、私はななこさんの卒業公演に行ってたんだけど、前日にママになんかこういうイメージのなんか飾りがあれば買ってきてって言ってお願いして、そう100円ショップでいっぱいその吊り下げるやつをママに買ってきてもらって、もうママのセンスに任せたなんかくすみピンク系、ベージュとかくすみピンク系のそういうなんか吊るすのがあったら買ってきて、ガーランドって言ったらめっちゃ買ってきてくれて、なんか7個ぐらい買ってきてくれたもう店にあるガーランドというガンランド全て買ってきたレベルで買ってきてくれて、
その中からなんかテーマに合いそうなのをね買いました。そう、あ、そう、カヌレはそうなの、背景に飾ってるやつ。そう、なんかあのこうさ、テーブルがあってさ、仕切られててさ、私側とさ、ファンの方側があるじゃないですか。で、私側の方はなんかそのいつもここに置いてたカヌレのなんかドライフラワーがなんかくっついてるカヌレの置物があるんですけど、上越で買った。それめっちゃいいじゃんって思って、そう、見た目可愛いし、でもカヌレだし、そう、それにしようって思って。ファンの片側に置いたやつはクッキー、なんかクマの形のクッキーなんですけど、あれ全部100円ショップで揃えたんですよ。なんかマグネットなんだけど、そう、100円ショップで、なんかその 2、3週間前ぐらいに余裕がある時に100円ショップ行ったら、そう、なんかあの新商品みたいな感じで、たまたまそのクマのクッキーのやつが売ってて、え、これめっちゃいいじゃんって思って、そう、買っておいたの。そう、あれ全部なんか持って帰ればよかったね。あのクマのクッキー2つ、マグネットとなんかねマフィンみたいなやつがあって、そう、100円ショップで揃えました。そうなので、あとなんか私側に置いてたマグカップは、なんかそのもともとティーカップを買おうかなって思ってたのね、その私側とファンの方側に置く。でもティーカップだとやっぱ中身入ってないのバレちゃうじゃないですか。だし、なんか多分ファンの方も、え、これさ、触っていいのかなみたいになっちゃうと思うから、なんかどうしようかなって思って思った時に、フランフランにね行ったら、なんかその蓋がホイップクリームみたいな形になって、オレオが刺さってるマグカップが売ってて、もともとなんかティーカップ探しにフランフラン行ったんだけど、なんかそれの方が見た目すごい、なんか中身入ってなくてもなんかスイーツみたいになるし、蓋外せば普通のマグカップでお家でも使えるから、これめっちゃいいって思ってフランフランで買いました。あれすごい可愛かった。で、写真撮ってみたら結構なんかちゃんと存在感もあるし、めっちゃよくって、そう、だから結構いろいろ前々から準備を進めてカフェ空間をそう作り出せたから、めっちゃ良かったです。そう、あれね、マグカップなんですよ。蓋外したら全然普通のマグカップで、そう、ティーカップもいいかなって思ったりとか、あとフランフランってさ、なんかケーキセットみたいな、なんかお家なんていうの、お家カフェセットみたいなのがあって、ティーカップのセットとなんかケーキスタンドとみたいなのあるんですけど、なんかそういうのとかもすごい迷ったんだけど、やっぱ持っていくのがめっちゃ大変で、そう、重たいしなって思って、結果ああなりました。でもあれでもめっちゃやっぱ持ってくの大変で、全部あと 3,4 分ウェイトレスさんの仮装っていうか、そのコスプレしてたから、でコスプレ用の靴も持っていかなきゃいけない、あのごっついでかい靴も持っていかなきゃいけなくって、結果的にキャリーバッグに詰めて昨日は日帰りだったんですよ。朝早くに新潟出て7部までやった後、最終で帰ってきて、全然日帰りだったんですけど、キャリーに全部詰めて持ってきました。そう、めっちゃ大変だった。日付の、あ、そう、ティーカップを作りました。今回はティーカップに見えるかなって思いながら作った。そう、あ、窓もね作りました。そう、ま、窓のさよく見ると結構雑なんだよねよく見ると結構雑なんだけど、あの撮影の距離感だといい感じの窓になってました。なんかいい感じの窓に見えてた。そう、でなんかそのいつもここに飾ってるそのカヌレはドライフラワーだから、なんか持っていくのどうしようと思って、めっちゃね、あの持っていくのに困ったんですよ。絶対使うならこれを使いたいんだけど、なんか雑に扱ったらドライフラワー全部さ、このパキパキボロボロってなっちゃうから、どうしようって思ってた時に、あの実はこれ今カヌレじゃなくて違うものがここに置いてあるじゃないですか。これがね、なんかユナコの卒業公演の時に、なんかユナのママがなんかくれて、なんかね、これはねドラさん全員でね、おそれ、なんかこういうクリアの
リンゴのオブジェクリアなリンゴのオブジェをなんかくれて、でなんかドラさんみんなお揃いでなんだよみたいなユナコがさらって言ってたから、そうなんだって感じで全然写真は撮れてないんだけど、くださって、なんかこれガラスなのね。そうだからこのガラスのやつが入ってる箱があって、でちょうどねカヌレとねサイズ感一緒なんですよ。そうだからそのカヌレをさどうやって運ぼうと思ってた時に、これガラスだからなんかこれにその梱包されて箱に入ってたのね、もらった時にその箱がめっちゃちょうどいいサイズでそうだからこのリンゴをこのお出かけの期間はリンゴをここに飾らせていただいて、そうそのカヌレをこのこれが入ってた箱に入れて持っていきました。そうめっちゃね可愛いよね。これなんだろう、色もみんな違うのかな。なんかさその私は私でもらっちゃったからその誰が何色とかは全然わかんないんだけど、どうなんだろう他のみんなは色違うのかな。なんか私が青もらってよかったのかなみたいな感じだけど、ありがとうございますユナのママ、ありがとうございます。そうなんです、それでだから無事に持っていきました。え、そう、あとさそれで言うとさ、なんかこれさなんかファンの方からいただいたんですけど、これもドラさんでお揃いですか。なんかドラフト3期生合同コミュニティよりってもらったんですけど、こちらどなたか詳しい説明をしていただけないでしょうか。あのありがとうございますフォローしました、ありがとうございます。これお揃いなのドラさんで、これは何なんだろう、お揃い、ありがとうございます。なんかねここにねドラさんセレクティッドメンバーオブ NGT48 って書いてあって、ひそしなイメージなのかな。なんかね蝶々のね名前が見える、ちょっとね透明だからめっちゃ見づらいかもしんないけど、なんか彫刻されてて、そうなの、かわいい、ありがとうございます。これもねガラスだから、これなんだろう小物入れかなんかなのかな、なんかとても厚みを感じる小物入れ。なんかでもさせっかくさおしさいカラーのさリボンをつけてくださってるからさ開けたくないんだよね、あんま開けずに使いたいなーって気持ち。なんだろうガラス製のなんか小物入れなのかな、ありがとうございます。さあこれのお礼をね言いたかった、ゆなこの卒業公演の日に受け取りました。そうありがとうございます。ここに飾っとこうかな、うちわが倒れる、怖いね、なんか倒れたら一緒に倒れそうで、あでも大丈夫そうだった。どう？なんか後ろに物が増えてきたねいやでもいいのよ、ファンの皆さんとの思い出を飾る場所だからここは。そうそれでいいんだけど、物が増えてきて正解なんですけど、嬉しい、ありがとうございます。じゃあちょっとこれは開けずにこのままここに置いておこうと思います。はい、ありがとうございます。そうだよね、ありがとう、ケロッピ、ケロッピがすごいいっぱい降ってくる、ありがとうございます。ケロケロケロベイビーそうそうだよね、思い出がいっぱい詰まってきましたね。ケロケロケロッピプポンポンプリン、ケロケロケロッピありがとうございます、ケロケロケロッピありがとうございますありがとう、あーケロケロケロッピ、みんなケロッピ推しなの。私ちなみに言うけどプリンだよみんなケロケロケロッピ推しなの。私はちなみに言うけどポムポムプリン推しだよ可愛いけどね、
そうです、ポンポンプリン推しなので。そうよ、そう大好き、かわいい、そうだよ。そう、でもさ、そのツーショットね、だからめちゃくちゃ頑張って頑張って新潟から全てを運んできてねフォローしました、ありがとうございます。全てを運んできてね、とっても頑張ってねディスプレイをしたんですけど、やっぱりさ、新潟よりも東京の方が私は来てくださる方が少なくって、そうなの、やっぱ新潟なんでだろうね。なんか新潟、まあ、前回がさ、前回はちょっとコスプレ頑張りすぎたからそれもあるけど、もうめっちゃ列だったから、それはね、あのコスプレ効果だからまあ当てにしない方がいいと思うんですけど、そう、なんかやっぱ新潟よりも東京、あ違う、東京よりも新潟の方が結構たくさんの方が来てくださるんですよね。そうだから新潟はなんか、あの基本こう人がいないっていう時間帯がほぼなくって、新潟であんまりその人がいない時間って作ったことない、すごいありがたいことに。そうなんです、そうなんです。なんだけど東京はやっぱり結構あのお水飲んだりとか歌ってる時間長め、その BGM に合わせて歌ってる時間が長めなんですよね、東京の方がね。そうなの。あ、昨日のやつ受付期間短かったんだ。そうなんだね。そう、やっぱりね東京はね結構少なめだったからね、ちょっと寂しい時間が多かったですね。こうなんかさ、せっかく頑張って飾りつけてきたからみんなに見てほしいっていう気持ちだったけど、そう、ちょっと寂しかったですね。そう、なんかさ、なんだろう、こう応援の仕方ってもちろんたくさんあってさ、こうやって直接会いに来てくださることももちろん嬉しいしさ、オンラインでたくさんお話できるのもすっごい嬉しいしさ、こうなんか私が直接知らない部分でもたくさんさ応援してくださってる方っていらっしゃると思うんですよね。そうだから、なんかそれは本当にすごく嬉しいしありがたい。それをちゃんと分かっている前提で今から話すんだけど、そう、なんか本当にそれってすごく嬉しいことなんだけど、なんだろうな、こう自分がさ、自分が自分の例のところにさ誰もさいない状況でさ、あのなんかこう自分のところに来てくださるファンの方がさ、あの他のところで楽しんでると思うとすっごいなんか寂しい気持ちになっちゃう。なんか別にファンの皆さんはその自分の好きなメンバーのところに行く自由だから、それはなんか別に責めるものじゃないんだけど、そう、でもなんか耳推しだよってこうさ言ってくださってる方がさ、耳が寂しい時間をさ過ごしている間にさ別のメンバーのところにさで楽しんでると思うとさ、すっごい悲しい気持ちになった。なんかなんかさ、こう自分から見えるレーンのところにさいるのもさ、え、今私一人ぼっちなのになんでって思っちゃうしさ。そう、いや、重いやつだと思いました。でも本当にそうなんだよね、なんかそうって思っちゃう。でもなんかそうやって直接来てくれるだけでも嬉しいことだし、そうだから、そんな、しかもそれはさ、ファンの皆さんがさ会いたいと思うメンバーのところに会いに行っているものだからさ、そんなにさ強く言えるものじゃないけどさ、でも私今こんなに寂しいのになんでそっちに行って楽しんでるのって思っちゃうよ。そうだからね、そうだってさ、そのさ、なんだろう、その時間私のところに来てくれたら一緒に楽しい時間を共有できるのにって思っちゃう。そう、え、
みゆみゆ推しって名乗ってくれてるんだったらみゆみゆに寂しい思いさせないでよって思っちゃう。なんかその場に いるんであれば、もちろんさ行きたくても行けない方だったりとかがさたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。それはさその日の都合だったりとかさその事情だったりとかがあるからさ、その方それぞれの事情があるわけで、だからそれはもちろんそうやって応援してくださってる方々がいらっしゃるってことをちゃんと分かった上で、でも同じ今現場にいるじゃないって同じ現場にいるのに、すぐ目の前にいるのに、どうして私は今寂しい時間を過ごしてるんだろうって思っちゃうんですよね。そうだからなんか来てくださってる会場にいらっしゃるんであれば、会場に来てくださってて耳を知って言ってくれてるんだったら、耳に寂しい思いをさせないでよって思っちゃった、ちょっと昨日は。そうって思いました。このさ、なんだろう、ファンの皆さん、いやでもね、それがねリアルイベントの楽しさでもあることは事実。めっちゃなんかこうさ、自分のさレーンじゃないところでさ見つけた時のさ、あーお前みたいなさなんかそれがさ、なんだろう、楽しい、リアルイベントでしか味わえないことだから、それが楽しいものでもあるんだけど、もちろんそれ楽しんでやってる部分もあるんだけど、そうでも楽しんでやってる時とリアルでなんでって思ってる時がある、よっていう話です。そういう楽しみ方があることも事実だけど、なんか楽しむためにやってるわけじゃないって思っちゃう。なんで？なんで？ってなる。そうだから、もしね来てくれてるんであればもっと来てほしいなって思っちゃう。そう。なんかね、そう、その外のレーンからさバイバーイってするのよりもさ、来てくれた方が何百倍も楽しいのにって思うけどね。そうだからね、でもさ、そう多分さこの話を聞いてさ、そのなんだろう、昨日会場に行けなかった方とかさ、そもそもツーショット撮影会にはいろんな事情があって参加できない方からしたらさ、もしかしたらもう僕だったら、私だったらそんな思いはさせないのにって思ってくれてる方もいるかもしれないけどさ、そう、なんかちょっとみゆみゆ推しって言ってくれるのはすごい嬉しい、ありがたいんですけど、ちょっとなんかもう疑いの目をかけてしまう。ミミ推しって言ってくれるんだったらもっと一緒にミミと過ごそうよって思っちゃう。分かんないよね、でもこれをね、その場にいらっしゃった方はそうなるけど、でもいろんなさ、なんだろう、事情があって来られない方もいらっしゃるからさ、なんだろう、昨日その場にいた方に関して言うとそう思っちゃう。でもそのもっともっと広い目で見たら、自分のことをこういろんな形で応援してくださってる方がたくさんいらっしゃるってことはちゃんともちろん分かって、そうだから、なんかせっかくね会える機会があるなら、なんか1分でも1秒でもいっぱい会いに来てほしいなって思います。はじめまして、ありがとうございます。ありがとう。
って思うし。でもさ、なんか私もさ、自分もともとその自分のファンの方じゃないって分かって、この方は〇〇ちゃん推しだって分かってる上でさ、ファンの方が来てくださることももちろん嬉しいから、なんかそれが全部ダメっていうわけじゃないと思う。その場にその実際さ行っているレーンのさメンバーの子もさ、その普段自分推しじゃないファンの方が自分のレーンに来てくださることもでもすごい嬉しいと思うから、それを全てダメって言ってるわけじゃないんだけど、そう、でも いるなら、だってさ、私のところには今誰もいなくて、一人の時間を過ごしているのにって思っちゃうよ。そう、なんかそれでね、こうさ、他のファンの方もさ、こう来てくださってる中で、そうだからさ、私さちょっと思うんだけどさ、こうなんだろうな、こうファンの方もさ、他のレーンからさ、なんか見えるじゃないですか、他のファンの方とさお話ししてる姿だったりとか、なんかさそれを見てさ、あ、なんかすごい喋ってる姿とか可愛いから行ってみようかなって、そのなんだろう、レーンの外から見えるのを見てこういいなって思ってさ来てくださる方もさいらっしゃるわけじゃない、中には。でもさ逆にさ、なんかそれを見てさ、なんかこうなんだろう、こう全員にさ、あ、なんかそういう風に接してるのかみたいな嫉妬心を持たないのかなって、私はファンの方に対して思うんだけど、どうなんだろう。だって言ったら私はさ今さ、なんか嫉妬心を持ってこうやって言ってるわけじゃないですか。なんで他のメンバーのところに、私は一人で寂しい思いをしてるのにどうして他のメンバーのところに行くのって、これはつまり私は今嫉妬心を持って言ってるわけじゃないですか。でもファンの方にはそういうことはないのかなって、そう、他のファンの方とさお話ししてるところを見てさ、なんか寂しいとかさ、なんだろう、嫉妬の気持ちを持ったりするのかなって思って、やっぱあるよね。そうだからさ、なんかそれがでも同担拒否みたいな感じにはならないじゃないですか。なんかすごい不思議だなって、なんか哲学的、なんかすごく不思議に思う最近でもやっぱあるよねそういうの。確かに自分より楽しそうに話してたらそんなことはないけどね、一人一人と話することが楽しいから、もちろんそんなことはないけどさ、でも実際さそうやって見えちゃう時はあるじゃん絶対。だからさ、こうなんか嫉妬の気持ちを持たないのかなってたまに思ったりしちゃう。そのなんか自分がご飯の方とお話ししてるところをなんかめっちゃ外から見られてるなって思う時思う時、なんか特にさ、なんか私のレーンのところにも来るけど、なんか隣のレーンに遊びに行ってる途中みたいな時にさ、なんかめっちゃ外でさ見られてるなと思いながら、最後なんか去り際、その自分のファンの方とこう今こう自分のレーンでお話ししてて、ファンの方がこう立ってさ帰る時にさ、ちょうど隣のレーンの人とまあすれ違うわけじゃないですか。だからさ、なんか同じ視界の中に入るじゃん、私の視界の中に、そのなんだろう、今私のレーンでお話ししてくださってた方と隣のレーンで待ってる方と自分の同じ視界の中に入った時にさ、なんかふとね、客観的にね、なんかこうやってなんか別のファンの方と話してるところをそうやって見て嫉妬しないのかなってたまに思ったりするのね。でもさ、よく考えてみて、隣のレーンから覗いてる時点でさ、あなたもあなたでそっちに行ってるんかいって話ですよね今思ったけどさ、そういうことになりますよね、そもそも論そもそもね、覗いてる部分が隣のレーンからの時点であなたもあなただよって感じですけどね、もしそこから覗いてそうやって嫉妬心を持たれてたとしたらどっちもどっちだよ思いますよね。でもやっぱあるよね、なんかだってさ、私だってさ、そのそうやって他のメンバーのさところにさ行ってるファンの方とかさ、やっぱメンバーはさこういいね押したりするじゃないですか、ファンの方の投稿に対して。それがさ流れてきたりとかするとさ、おい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 、私のこと好きって言ってたのにあの子の例にも行ってるのかよ、しかもなんか楽しそうにレポあげてみたいなあるわけじゃないですかフォローしました、ありがとうございます。そうだからね、すごいさ不思
思議だなって思ったけどさ、なんかそうやってお互いにさ、なんかちょっと嫉妬の気持ちがあるって思うとさ、なんか可愛いな、多分お互い好きだから、お互い好きだからそうやって嫉妬の気持ちを持ってるんだろうなって思うよね。だって好きじゃなかったらさ、多分どうでもいいって思っちゃうじゃん、自分に対してさ、そういうことをされてもさ。多分好きだからさ、なんであの人の方がってなるわけじゃないですか。つまりね、これはね、私もファンの皆さんのことが好きだし、多分みんなも私のことが好きだからそうやって嫉妬の心を持ってくれてると思うんですよそういうことだと思いませんか。そうだから、なんかそんなにね、こう嫉妬の気持ちを持つぐらいだったらね、お互いなんか直接好きって伝え合ってる方が幸せなんじゃないかと思うんだよねと思う。すごく森レポだと思うように。でも実際あるよ、たまに読んでても、なんかさ、来てくれたこと、なんか写真載せてくださったりとかさ、その来てくれたことに対していいねをしてるから、おいおいそんなことは言ってねえよって思っていいね押さないとかしないけど、なんか来てくれてありがとうの気持ちでさ、なんかこうレポとか上げてくださったことに対してさ、いいねをしてるから、なんかえちょっと事実と違うなって思ってもいいねは押しちゃうけどでも実際ないこともない、私そんなこと言ったっけみたいなのとかさ、なんかちょっとなんか解釈間違われちゃったなみたいな、たまにある、レポとか読んでても正直あるけど、そう全くないわけではないでもいいねをしちゃう。でもいいねをしたからって全てが事実なわけではなくて、それはもう私は来てくれてありがとうの気持ちで結構押してることが多いので、それで嫉妬しなくて大丈夫だよそうじゃないですよ、はいいやでもさ、レポあげるってすごいよね。なんかまあでも会話の一言一句意外と覚えてたりするもんなんだなって思ったりもしますけどね。確かに文字数制限ある中でよくレポとかあげられるよね。すごい、それもすごいと思う。とってもすごい。でもね、まあ来てくれてお話できるだけで私はとても嬉しいから。そう。いやすごいよね、本当に。事実は本人のみぞ知るってこと。確かに本当にそう。お互いしか知らないもんね、その空間でね。そう。あとはなんか私は結構そのレポを読んで、あーこんな話した、なんかその話をした相手の方の名前を知らない、知らなかったとしても、なんかそのレポを読んで、なんかあーあの時のあの人こういう名前なんだって顔と名前一致させることめっちゃあります。そう、はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください、ありがとうございます。そう、なんか結構そのパターンが多いかも。私あんまりそのおしゃべり会、まあ、おしゃべり会オンラインだとそのファンの方の名前が出るから、そうだから、まあオンラインではまあそのお顔と出てくる名前とで、まあ、一致させて覚えられるんだけど、そうなんかだから握手会とかあった時は本当にそんな感じだった。なんかこうファンの方にあんまり握手会中に名前聞いたりとかってそんなに多くなかったから、握手会とかが終わってからレポの内容で、ああこんな話した時のあの方、あこういうお名前なのねって、その自分の記憶の中でのお顔とその後のレポを頼りに顔と名前を結構一致させることが多くって、それを通してなんか携帯のねメモにメモしてたんですよ、そのファンの方のお名前と、なんかまあこうこうこういう特徴があってこういう話をしたみたい な、 なんかそのキーワードさえ、なんかこういう方とかこういう話をしたみたいなキーワードさえなんか残ってれば顔が意外と思い出せる。なんか名前だけ見てえどんなお顔だったっけってなっても、その話題で結構思い出せたりするから、
そう、それならレポとか書けばよかった。え、本当にそう。だからその方が私はお顔と名前を一致させやすいし、そうツーショットとか写真をさ載せてくださるとさ、あのファンの方の服装とかで、あーこの服着てた方ねみたいな感じでなるから、結構それで、あとはメールの返信とかで、なんかメールの返信もさ名前が表示されるんだけど、それとなんかメールの返信に書いたらなんか今日はありがとうみたいな感じで内容ちょっと書いてくれた時に、あーあの話したい人ねみたいな感じで、結構顔と名前を一致させて覚えることが多いから、そうで、それは結構その握手会の時はそうやって携帯でメモしてたんだけど、あのオンラインおしゃべり会になってからはその画面にもう顔が、まあ、映るじゃないですか。でお名前も表示されるから、なんか書かなくても覚えられるようになったのね。そうだから最近はなんかもう全然そのまま普通に覚えるようになってたんだけど、そのツーショット撮影会が始まってからなんかまたこのリアルなイベントになって、まあ、名札つけてきてくださる方とかもいらっしゃるんだけど、やっぱり顔と名前をその時点では一致できない方とかが多くって、最近また始めました、携帯のメモに。そうメモし始めました、最近また。だからなんか、まあ、名札つけてくださることもすごいありがたいし嬉しい。その方がなんか瞬時にその場でお名前とお顔をこうなんか覚えられるから、それもすごいありがたいんですけど、なんか終わった後にこういう服着てた〇〇ですとかなんかこういう話したいよねみたいな感じに載せてくれたら、結構その顔と名前と情報となんか一致させて覚えられるから、そう。あとなんか当日券とかもあるからさ、やっぱりそのなんだろう、初めましての方とかも多くって、最近はそう通称違うオンラインだったら初めましての方でもこう顔と名前出るからすぐ分かったりとかするんだけど、初めましてでさこう来てくださってお話ししてもさ、なんかその場であんまり私は名前聞くことがそんなに多くないから、なんかさ会話をさしてる中でさ名前教えてって聞く、なんだろう、時間がちょっともったいなく感じちゃって、私はなんか会えたことにさなんかお話ししたいと思っちゃうから、あんまり自分から名前を聞くことってなかったのね。そうでもやっぱこうそれから何回、その時は初めましてでもそれから何回かこう来てくださった時に、僕やっぱ顔と名前覚えたいな、一致させたいなって思う瞬間って結構あったりとかするから、そう、それだったらなんか自分が後からこう覚えた方がっていう感じなので、そう、え、そう、それで言うとさ、最近はなんと隣のレーンのファンの方の名前も覚え始めましたなんかあの自分のところに来てなくっても、そのなんか該当するメンバーがこういいねしましたみたいな感じで流れてくると、なんかだってさ自分のレーンに来てなくてもさめっちゃ見えるからさ、やっぱ覚えるじゃん、あこの方めっちゃこの子のレーン通ってるなみたいな、さっきも並んでたなみたいな、あこの部もいるなみたいな、なんかなんなら自分のレーンにさ来てくださる方よりもさ合ってる可能性あるじゃないですか、レーンの外から。なんかそれでやっぱ服装とか顔はさなんか覚えたりするわけですよ。でその後なんかツイッターとかでなんかいいねしましたみたいな感じで流れてくると、あああの時めっちゃ並んでた人こういう名前なんだみたいな、メモしとこうみたいなめっちゃ覚えられるようになりました、最近。だからもしかしたら隣のレーンから遊びに来た頃には名前覚えてるかもしれないでもさねえ、実際問題さ、あのそんな時間よりもやっぱり自分のレーンに来てくださるファンの方の名前の方が覚えたいじゃないですか。それはさ外のレーンを見る時間が長いから覚えられちゃうわけでさ、それって全然いいことなんだけど、その他のファンの方の名前をさ覚えることもいいことなんだけどさ、その時間よりもやっぱり自分のレーンに来てくださる方といっぱいお話ししてさ、その方の名前をさ覚えたいじゃないですか、本当は。で外のレーンまで覚え始めたらとうとうだよ、本当に私がどれだけ外のレーンのことをさ見てると思うそうなったらだからやっぱその時間よりも自分のレーンに来てくださる方一人でも多く覚えたいなって思うので、
だからね、初めましての方でもね、そういっぱい会いに来てほしいなって思います。でも実際隣のレーンの人も少しずつ覚え始めちゃったから、そう、え、だからさ、なんか本当にでもこの前あったんだよ、隣の隣とか、なんかその私のさブースから見えるレーンのところからさ来てくださった方さ、初めましてだったんですよ、名前めっちゃ覚えてるみたいな実際ちょっと あったからさ、まあ、それでね、なんかそこからまたね、私のレーンにもたまには遊びに来てくれる関係性になってくれたらまあいいんですけど覚えちゃうんだって。しかもそのメモの時にさ、そのツイッターの名前でさ、 なんとかさん丸々推しなんかいつも生誕 T シャツ着てるとかさ覚えてきちゃうじゃんあ、そうだから、なんかそのやっぱ1回ではやっぱ覚えられないよね。だってやっぱさ、メンバーとかもさ、その日のレーンが終わった後とかにさ、だいたい次の日ぐらいにいいねしましたみたいな流れてきたりするからさ、その場でなんか、その場ではあれさっきあそこからめっちゃ目合いましたよねくらいな感じだったりするけど、その後、あの時めっちゃそこで目合ってた人ってそういう名前なんだみたいな感じだったりとかする。昨日の写真も DM で写真送ってありがとうございます、嬉しいね。本当にさ、最近それがなんかみんなの習慣になったのかさ、昨日ツーショット終わった後さ、 DM のところさ16件とかになってさ、なんでこんなに来てるんだろう、めっちゃびっくりしたらみんながツーショットの写真送ってくれてたありがとうございます、嬉しいバレるとこんな気持ちになるんだと知ったバレちゃってたよ、見えてたよ、本当にそうだよ、ツイッターにあげなければ覚えられることはないってこと。うん、なんか、うん、そうだね、なんかツイッターに載ってる服装とかで結構、うん、一致させることが多いかもしれない。その場でね、名乗ってくださったりとか、名札つけてくださったりとかをなんかしてくださったら覚えられるタイミングがあるんだけど、やっぱ顔と名前を一致させる瞬間がないと難しいので、そう、でもメールの返信とかでもなんかいつもこういう服装だよとか、なんかこの前の公園あそこら辺に座ってたよとか、なんかそういうの言ってくれたらなんか覚えられるかもしれない。え、そう、それで言うとさ、なんか最近ツイッターのプロフィール欄から私の名前が消えてたファンの方が、あの名前が復活してた。なんかね、名前消したでしょって言ったら書いてくれてたそこまで見てる、あ、名前復活してるところまでちゃんと見てる、はいさすがに名前消された時は本当にショックだった、本当にショックだったけど、あれでも会いに来てくれてるなみたいなあれ名前消さなかった結構ちゃんと見てますよ。え、あとさ、そう、自分のファンの方じゃないのにさ、この前お誕生日だったでしょって言っちゃったなんか後から自分でさ結構怖くなっちゃった、絶対言われた人怖かっただろうなって思ってさ、後からめっちゃ申し訳なくなったんだけどさ、なんかあの誕生日でしたみたいななんか誕生日でしたみたいなツイートがさ流れてきたんだよね。そう、それでなんか、あ、そうなんだ思ってたところだったから、昨日ツーショット来てくださった時に、この前お誕生日だったんでしょって言っちゃって、結構怖いよねなんかさ、いいねしてなくてもたまに流れてくる時あるんだよね。なんかさ、あのツイッターのさ、なんていうの、おすすめのタグみたいな
なんかわかんないけど、たまにさ流れてきたりするじゃないですか。なんかわおすすめワードみたいな、なんかお笑いみたいなのとかさ、なんかそれで NGT48 のワードで引っかかって流れてきたのかな。なんか何歳になりました、なんか今年も NGT のこと、あートピックかも、そうなんか今年も NGT48 のことがいっぱい好きでいますみたいなの書いた時に NGT48 っていう話題で多分流れてきて、そういいねだけじゃなくて、そうそうそう、多分それでかわかんないけど、なんか誕生日なんだって思って、しかもさファンの方ってなんか年齢あんまりわかんないじゃないですか。なんかもちろん年齢教えてくださる方とかもさたまにいるけどさ、なんか年齢わかんない時あるからさ、誕生日でしたみたいな投稿を見た時にさ、なんかあえこの方って何歳なんだとか、なんかたまに分かったりとかするから、結構それで覚えてたのかな、お前誕生日だったでしょって言った時はさすがに怖いと思った、私も怖いと思った、怖いとか申し訳ない、怖い思いをさせたと思うなと思いました。そうファンの方のね年齢って結構さわかんないよね本当に。だからさこの前誕生日だったんだよねみたいな、でおめでとうって言うとさ流れでさ何歳になったのって聞きたくなっちゃうじゃないですか、普通なんかお誕生日おめでとうって言った時って、そうでもさいや待ってよ、ファンの方に年齢を聞くのって果たして教えてくれるんだろうかとかって思ってさ、ファンの方同士でも分かります、やっぱそうなんだね。なんかさなんかそれってでも素敵だよね、普通だったらさ、まあ、アイドルもそうだけどさ普通だったらやっぱりこうなかなかさ一緒に絡まないようなさ年齢層というか、だって私とリリカだってさ中2だよ、普通だったら絶対さ22歳と中2がさ一緒になることないじゃないですか、なんならなんか教育実習とかみたいなレベルじゃないですか。なんかアイドルもそうだけどさ、なんかそういうファンの方同士でもさ普通だったら多分だって出身地とかも違うわけだから絡まないような、で年齢も多分違うんだろうなっていう方がさ一緒に過ごしてる方とかね見かけるとさ、あファンの方同士でもあんまり年齢って分かんないんだろうなみたいな感じも結構する。そうだよね素敵、なんか年齢あんまり関係ない、男女も年齢も関係ないって結構すごいよねそうだからファンの方の年齢って分かんないからかお誕生日だったんだよねってそう言った時におめでとうってなってさ、そうでもこの方は何歳になったんだろうっていつも思っちゃうお誕生日おめでとうって言うけど、いやそうだよね、なんか私も多分アイドルしてなかったらそんな中学生と一緒にさ活動することもないだろうしさね、ファンしてなかったら多分ね会わないような方々ですもんね。そう考えたら本当にすごく不思議な関係性だなって思うよね。そうフォローしましたありがとうございます。そうだよね、なんかちょっと話逸れちゃったけど、そう結構本当になんかみんなのこと見てるし、めっちゃその自分のレーンとかじゃなくて自分のファンの方とかじゃなくてもめっちゃ SNS 見てるし、そうだからみんなにも来てほしいなって思うし、なんか自分のファンの方だけじゃなくていろんなファンの方のこともねなんか覚えたいなって思うし、いっぱい見てるから、そうよく見てるので皆さん気をつけてねもそうだし、でもやっぱなんだろうな覚えたい気持ちもあるから、なんかレポとかあげてくれるのはたまにね、まあそうやっても持ってないかいちょっとって思う時もあるけど、そういうレポとか載せてくれたりする方がなんか私もあこんな話したなって思い出せたりもするし、そうなんか SNS とかに載せてくれることはすごく嬉しいし、あの自分を載せたくないとかっていう時はね送ってほしいなってインスタの方に、そう
って思ったりします。たまにあるたまにね、そう、ボリデポあったりとかするけど、そうですよ。なのでなんかそのなんだろう、私のファンの方じゃない方にもそう来てほしいなって思うし、そうだからこう自分のファンの方が他のメンバーの例に言ってることに対してなんでって、なんかなんだろうな、もう絶対ダメっていう風に強制しているわけではないというか、でもなんかその推しって名乗ってくださってる以上はなんか寂しい時間は嫌だなって思います。ツイッターでめいめいのハッシュタグつけてないのにたまにいいんです。それはね、なんあでもたまに本当に自分に関係ないツイートもいいねしちゃうときやる。なんか、ね、何だったかな、何だったっけ、なんかさめっちゃちょっと前でもこれはねその時はいいねしなかったんだけど、すっごいいいねしようか迷った事案があって、なんかその3期生のあの3期生のあのリアルおしゃべり会の時になんかその DNA やったら返してくれたみたいなツイートがあって、その DNA 分かりますか、なんか TikTok でさなんかあるんだけどさ、なんか こういうやつがあんのよTikTok で DNA って調べたら出てくんのかな見たことある人いますかちょっとさ特で DNA って調べてみる。ファンサ、そう DNA ファンサ、わかる？これそれね、なんかファンの方がその新潟のね会場でなんか3期生のそのリアルなおしゃべり会あった時になんかあのレーンの外で DNA やったらなんか誰だ、南川はるかちゃん誰なんか誰かが返してくれたみたいな、やり返してくれたみたいなツイートをね見つけて、全然自分なんて一切関与してないツイートだったんだけどめちゃくちゃ面白くってでそれは本当にいいねしようか迷ったんだけど、その時はしなかった。でもそういう本当に自分関わってないツイートの時もたまにめっちゃ面白いなって思ったらいいねしちゃうでもねこの前それは結局いいねしなかったんだけど、なんかこの前全然自分が関与してないのにいいねしたツイートもあった、面白すぎて。でも何だったかもう忘れちゃった何だったっけな、ああネイルのやつ、そう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 、なんかあのユナコのネイルをさなんかホットペッパーのさコラが作ってくださったファンの方がいてさめっちゃ面白かった、ホットペッパーの口コミのなんかコラガみたいな、あれ私も全然関与してないし、なんかあれは本当私も知らないファンの方だったんだけど天才って思っていいねしちゃったそうだからもうそういうなんか面白い投稿とかの時は結構いいねしちゃいます、自分が関係してなくても。でもそれぐらいファンの方のツイートはめっちゃ見てる本当に面白かった。そうだからたまにねあのなんでめいめいからいいねが飛んできたんだろうって思うことがあるかもしれないけど、その時はもうよっぽど面白いと思ったツイートだと思ってくださいめちゃくちゃ面白かった、そう、 そういう時もあるよねだから私は結構その自分のファンの方のツイートもそうだけど割とまんべんなく見てる気がします。まあ、見てるって言ってもなんかそうわざわざプロフィールまで飛んでめっちゃ見に行ってる、めっちゃ監視してるっていうわけではない、さすがにまあでもプロフィールまで飛んだ時はちょっとあの名前のところはチェックしますけどまあチェックしますけど、わざわざそんな一人一人プロフィールまでチェックしてるわけではないです。まあ、流れてきたのも見るって。でもなんか私もわかんない、なんでそんなに流れてくるんだろうって感じ、自分の、うん、ツイッターに結構流れてくる、あの方の投稿
も見てますよちゃんと。そう偶然で見ることが多いかな。まあまあまあ何にせよね、結構レポとか載せてくださることはとっても嬉しいなと思ってます、はい、そう。あとじゃあそうだ、3期生の話をしたから3期生の話をするとね、そうあの待ってDNA の3期生の話から急に飛ぶんだけどさ待って、でもさ DNA やってる3期生めっちゃ想像したらおもろいんだよな。絶対私にやってくれないけどでもね昨日ね、昨日さなんか昨日の会場は3期生のレーンなんかダダ見えだったんですよ。なんか仕切りとか一切なくって、なんか並んでるファンの方に紛れてるみたいな感じで、もう何も仕切りがなくてめっちゃ丸見えだったんですね。3期なんか私たちのさ初期の頃のさなんかあのお出迎えみたいな感じだったの。なんかお出迎えってさ別に仕切りとかなかったじゃないですか。そうなんかもう初期の自分たちのお出迎え思い出したね。なんかサクッとかなんか仕切りとかなかったのね。そうでそれでなんか私のレーンからは3期生のレーンは見えなかったんだけど、なんか自分の部が終わった後にちょっと覗いたら3期生がめっちゃ見えたから、おーいって手振ったらあのみんなが振り返してくれた誰よりも特大のレッスン送っちゃった。あの時 DNA すればよかったな。したら DNA 仕返してくれたのかな。めっちゃ普通に手振っちゃったけど、めっちゃ普通に手振ったら振り返してくれた。そう端と端でやり取りしてた、超迷惑ファンの方こうやって飛び越えてレッスン送り合ってたから、すいませんこんにちは、ありがとうございます。ぜひフォローしてください、はじめましてまあね、そうそんな3期生なんですけど、そうそんな3期生のねみんなのそのメールのね紹介をしたあのモバイル会員限定のねあの記事がそう投稿されたんですけど、読んでくれましたか？そうあの私3期生の、 あのメールを全員のを撮ってるんですけど、そうで全員のを読んだ上でなんかこの子はこういうメールとかなんかそういうのをね結構いっぱいカホと一緒にお話しさせてもらって、そうあの載せていただいたんですよ。そうなんでね、もしやっぱ私はあのでもさ全員の取るのって11人もいるから大変ですし、そうでも気になってる子のメール読みたいけどこの子のメールってどんな感じなんだろうってあの迷ってる方にぜひ参考にねしていただきたいなって思うんですけど、そうでもあれがマシラジの時にマシラジの公開収録の時にあのやったから結構1ヶ月前ぐらいなんですよね。わシナモンありがとう。そうだからもうそのそれからの1ヶ月でも結構3期生のメールって変わったんですよ本当に。なんかあの今までやっぱ無料期間とかは自分のことを知ってほしいみたいな、あの時その9月の頭とかだったからマシラジの時あと無料期間が終わって割とすぐだったんですね。そうだからその時もまだ結構自己紹介的なメールが多くって、そうなんだけど最近はなんかお休みの日こういうことしたよとかあの本当に何だろう私たちが送ってるようななんか先輩のメールにちょっと近い感じと言いますか、なんかアイドルらしいメールになってきたなっていう印象で、だからあの時にお話ししたことももちろんその子のそれぞれのメールの特徴なんですけど、なんか最近はまたちょっと変わってきたなっていう感じなので、なんかそれはそれで改めて私はなんかメール自分のメールでその3期生の今のメールの状況というかなんかなんかこういうメールが多いよみたいなのを送っていこうかなって思ってるんですけど、時間があれば思ってるんですけど、そうでも本当にねなんか最近のみんなのメールはそういい意味で変わったなって思います。であとやっぱりでもやっぱ初期の頃は結構初期、まあ初期なんだけど今もあの無料期間の頃か、無料期間の頃はまだ活動もそんなに忙しくなかったしメールしか始まってなかったから
結構一日の送信数とかもすごい多かったんですけど、やっぱ最近はツアーのリハだったりとか、あの結構3期生自身も忙しくなってきてるから、文章量としてもやっぱり無料期間よりかはちょっと減ったかなっていう感じでも、なんか多分これがこう今のなんだろう安定してる量というか、そうなんかこうやっとメールとして安定してきた感が見受けられるかなっていう感じはしますね。そうなんか忙しいからね、そう結構やっぱ少なくなっちゃう無料期間の時でも、それぐらいなんかアイドルとしての活動も少しずつなんかあの活動の幅が広がってきてるっていうところなので、あの温かく見守ってほしいなと思いますし、なんだろう、こう無料期間結構ガツガツ本当に自分のことをこの無料期間の間に知ってもらわなきゃみたいな圧みたいなのがちょっと感じられたんですけど、だからそれがさ逆になんか全員分読むにはちょっと文章が長すぎてちょっと大変かもとか、量が多すぎて大変かもって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、なんか本当にいい意味でその量もちょうど良くなったりとか文章量もちょうど良くなったりとかしてきたので、なんか無料期間の頃読んでたけど最近読んでないなみたいな方にこそ、なんか成長した今のメールをすごい読んでほしいなって思うので、そうやっぱどうしても初期の一番最初のメールの頃って結構自分のプロフィールガンガンみたいなメールが一日に何通もみたいな感じだったので、ちょっとなんかこう普段先輩のメールを読んでいるファンの方からしたらなんかこう初々しさもありつつ、でもちょっとなんか読むの大変だなって思った方もね、もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけど、そうでも本当になんか今はすごく読みやすいメールになったし、なんか内容もすごくこうバラエティに富んだ感じになってるかなって思います、全体的に見て。うん、無料期間過ぎてから撮ってないでしょ。なんかやっぱあの時は自分のことを知ってほしいっていうメールが多かったので、なんか最近は本当にアイドルらしいメールになってきてるし、こう今こそすごいそれぞれのメールの特徴が見えてきてるなって思います。なんかあの時その無料期間の時は私がみたいなのが全員だったから、なんかそれぞれのメールの特徴みたいなのももしかしたら難しかったかもしれないけど、そう最近のメールは本当にとってもおすすめですね。なんかあと自撮りの技術が確実に上がってると思う、私はみんなの自撮りがめっちゃ可愛くなってる。そうだからね、めっちゃ見てほしいな、みんなに。内容もすごく充実しているので、そう最近やっとそういう個性が現れてきたなって感じがしますね。そうで、なんかその時にその一人一人のなんかこの月のメールの送信数とかなんだったか、なんかいろんなデータも見せてもらいながらなんかお話ししてたので、なんかこの子が一応メールの送信数は多いねとか、なんかそういうのをいろいろ見せてもらってたんですけど、そうでなんかそれってなんか私たちのももちろんデータとしてあるのね、先輩の。なんかその時は3期生のメールの話をするから3期生のなんかメールのデータみたいなのも見せてもらってたりとかしたんですけど、私たちのデータもまあ実際にあるわけじゃないですか。でスタッフさんがいろいろ見せてくださった時に、あの私はダントツでメールの送信数が多いって聞いたんですよ。なんか他のメンバーが何通送ってるかとかそういう細かい情報は見てないんだけど、そうでもメンバーの送信数で言うとなんと一番多いらしいです。嬉しい。どうもありがとうございます。初めまして、嬉しい。ぜひフォローしてください、ありがとうございます。そうなんかそのデータにはあの登録者数のこのなんだろう増減みたいなのとかも
全部あるらしいんですけど、そうなんかそれもすごい安定してるっていう風に言っていただいて、そうすごい嬉しかったし、なんかあの月ごとの平均っていうか、あのこの月には全部で何通送りました、この月には何通送りましたみたいなデータもあるらしいんですけど、なんかその7月とかやっぱツアーとかもあってめっちゃ忙しかったじゃないですか。だからそういう忙しい月になるとやっぱメールの送信数減っちゃうメンバーとかもいる中で、私は毎月安定してるらしくってなんか私の中でメールは1日多分3通はほぼ送ってて、ベース3通の残りまあプラス2、3通ぐらい、1日5通が基本の中でなんかメールを書いていってるから、そうあの1日何通って割と自分の中にもう決まっちゃってるんだよね。そうだからなんかあのたとえ忙しくなったとしても基本のそのメールの1日のノルマっていうほど厳しく設定してるわけじゃないけど、なんか自分の中でメールはこう何通送るっていうのもなんとなく1日何通っていうの決めてるから、なんかそんなすごい、まあ、忙しくないっていうのもあるかもしれないけど、人に比べて忙しくないのもあるかもしれないけど、みんながねいっぱい忙しい、いろんなお仕事してる中でっていうのもあると思うけど、そうなんかあのだから1日にこれは送ろうっていうベースがあるから、なんか例えばそういう活動に活動の中で幅があっても、なんか基本逆に暇すぎても3から5通しか送らないかもしれないし、そうなんかそういうことが多いので、なんかその自分の感情だったりとかお仕事のなんだろう量によってメールの送信数が変わるっていうのは私は確かに自分の中でもあんまりなかったなと思ってて、そうなんかだからこそなんかそういう風に言ってもらえた時はすごい嬉しかったし、なんかメール頑張っててよかったなってすごく思いました。そうとても嬉しい、なんかそうやってメールのことを言っていただけたことはすごい嬉しかったです。だからなんか自分でも自信を持って3期生のメールについてなんかいっぱいなんか独断と偏見で話せたなって思いますなんかさ自分がさメールをさちゃんと送ってなかったらさ、なんか偉そうなことは言えないじゃないですかでもなんかそうやって自分のさなんかメールのことをこう先にいろいろ褒めていただいた上で3期生のメールが始まるのなんかそういうトークみたいなのが始まったから、すごい私もやりやすくなりましたそうなんだ、私もでもノルマみたいに1日これは送らなきゃいけないって決めてるわけじゃなくって、なんか自分の中で送ろうってなんだろうルーティーンみたいになってるから、全然無理して書いてるとかでもないんですけど、そうがそうやって言ってもらえた時はすごく嬉しかったし、なんかこれからもメールはやっぱり大事にしていきたいなって、そうあのモバイル会員限定のねその記事の中でも私とカホの2人でもそのメールが自分の中でどういう存在かっていうのがもうすでに違ったので、ね、私とカホでなんか私の中ではそのなんだろう家族に話すみたいな、なんか自分の他の SNS に比べてメールってこうお金を払って自分のものを読んでくださってるものだから、なんか自分のなんだろうな普段の日常的なことから考えてることとかなんか全部なんか包み隠さず言えるところみたいなイメージを私の中ではメール持ってるんだけど、カホと話してるとカホはメールむしろそういう風になんか重い場所っていうよりかはなんかもうすごくフラットな場所みたいな感じで考えてたりとかして、そもそもそのメールっていうものに関してのあの考え方が全然違うから、多分メールのその送る内容だったりとかもこう変わってくるんだろうなって思っていて、そうで私はいつもそんな感じで考えてるからそれぐらい
送るかな、1日5通ぐらい送ったりとかするかなっていう感じですね。そうなんだから、なんか本当にこうメールはすごい自分でもちゃんと楽しんでやってるものだから、そうだからすごくこうできて、なんだろうな、そういう風に周りの人にも言ってもらえることってすごく嬉しいなって思うし、なんかいろんな人に読んでもらえたらいいなって思います。そう、なんかさ、こうメール誰がおすすめですかみたいな、多分ファンの方の中でもさ、いろんなそういう話題になったりとかすると思うんですけど、実際問題でもそのファンの方もメールっていうものをどういうものとして捉えてるかによると思うんだよね。もしかしたら私のメールはなんかちょっと重すぎて無理とか、なんか一個が長くて読むのだるいって思う人ももしかしたらいるかもしれないし、なんかそのメールはこの子のがおすすめですよってなんかおすすめしてもらえるのもすごいとっても嬉しいんですけど、多分おすすめされても私とは合わないタイプの人も絶対いるじゃないですか。だからなんかこうファンの方も多分メールにいろんなものを求めてると思うから、そうでもなんかこう一つの読み物というか、なんか自分のメールのことをすごくこう褒めていただいたりとかすることはすごく嬉しいから、そうだからね、なんかでも一回でいいから読んでみてほしいなって思います。そう、あの、そう、私のメールがその人にとってあの合うか合わないかは一旦置いといて、その合うか合わないかを試すために一回読んでみてほしいって思うかも。なんかメールは結構それぐらいなんか力を入れて書いてることも多いから止められることもあるけどそう止められることもあるからだけど、でもそれぐらいあの気持ち込めて書いてるので、そうだね、10月のメール誰取るかなみたいな人にはちょっとぜひ取ってみてほしいです。あの3期生のメールについても私のメールで個人的にいろいろなんかイメージとか、会員のそのところでは話せなかった部分とかもとか、その1ヶ月前の話だからこの1ヶ月での変わった部分とかもいっぱい話していきたいなと思うので、なんか読んでくれたら嬉しいなと思います。そうで、なんかさ、そのメール、そのね、会員のコンテンツの中でルアちゃんのメールを紹介してるときに藤崎イズムみたいなそんなものはないんだけれども、そんなものはないんだけれども、でもなんかルアちゃん私のメールをなんか読んでくれてるみたいで、そうなんかすごく、そうスタッフさんから見てもなんかちょっと耳っぽいメールだよねみたいな、耳のメール味感じるよねみたいな言われたんですよ、ルアちゃんのメール。そう、それを藤崎イズムってなんか書かれたんですけどそう書いたんですけど、あのそうですね、で私はルアちゃんのメール読んで自分っぽいって思ったりはあんましないんだけど、なんかね、外から見るとそうらしい、うん、です。そうだから、なんかいろんなメンバーのメールも読んでみてほしいなって思いますね、うん、そうなの、メールね。でもなんか私最近はじゃ、メール書きたいことはあるんだけど書く時間がなさすぎて書ききれずに終わってることがちょっと多いので頑張ります。でもなんかさ、その1日5通くらいっていう目安をさ考えて結構やってるから、メールに関しては。そうだからなんか逆に無理することもあんまなくって、自分の中で一番なんか楽な送信数というか、無理してない、そう、なんか
時間ない書き終わらないみたいなのもあんまならないし、逆にそう時間がめっちゃあっても、なんかだからといって一日にめっちゃ送るわけでもなくって、そう、そんな感じなので、ちょっと安定感はあるかもしれないですね。そう、でもさ、さすがに昨日はちょっとフォトログ頑張りすぎました。フォトログ3個も投稿したんだけどなんか本当はあれもちょっと私の中ではめっちゃ無理をしてしまった。でもなんか投稿する日もなくなっちゃうから、そうすると、だから昨日のフォトログは飛ばしすぎたけど3つ書いた。そう、フォトログもね、なんかでも3期生のさバナーだけあるの知ってます？フォトログの欄にまだね投稿は何もないんだけど、そうバナーだけもうさ3期生のところがあるからさ、いつ始まっても多分いいと思う。そう、なんかねフォトログもすごい私の中では誰かの誕生日とか卒業公演とか、なんかこう外のイベント、こういうイベントとか、そうフォトログも結構割と自分の中で大事にしてるので、なんかなんだ節目ごとに投稿してるみたいな感じかもしれない。そう、なんかそのフォトログメールに関してはすごくベースな部分というか、の SNS もめちゃくちゃ大事なんですけど、やっぱりなんだろう、NGT の中で一番さ古いコンテンツというかさそう、だからなんかそこはちゃんとやりたいっていう自分の中であって、多分これもフォトログっていうものに対してのメンバーそれぞれの考え方があるから、なんか投稿がすごい多い子もいれば、なんかこう短い、なんだろう、あんまり投稿してない子も多分いると思うんですけど、多分フォトログっていうものをその子がどういう定義を持ってるかによって多分投稿頻度って変わってくると思うんですけど、でもなんかこう3期生にはまだフォトログ始まってないけど、フォトログまずは頑張ってほしいなっていうのもずっと思ってて、3期生が加入する前から多分思ってるそう、でもそれも多分自分の中でこうフォトログをなんかちゃんと投稿しているっていうなんか自信があるからそうやって言えるし、そうだからフォトログね、ファンの方すら見てないかもしれないけど実際見てんのかな本当にみんなっていう感じだけど、私はすごい大事にしてほしいなって思うし、なんかフォトログめっちゃ昔更新されてたなって思って、そうだからそれは本当にグループのなんだろうな中で続けていきたいなってすごく思うから、みんなも始まったら大事にしてほしいなっていう気持ちであります。なんかバイト起こしてっていうことじゃないんだけど、多分それぞれの投稿ペースってあると思うから、確かに今 TikTok だ、そう3期生の TikTok が最近頑張ってくれてるTikTok に関しては本当に多分私は苦手な部分なんだと思う。そうやっぱさみんなあるよね、フォトログのさ更新頻度そんなに多くない人、メールそんなに多くない人と、私は多分 TikTok がそんなに多くない人やっぱり全部はちょっと難しい今ちょっと3期生が頑張ってくれてるね。なんかさ研究生のさアカウント、 TikTok のさ研究生のさアカウントがあるからさ、なんかそっちを引き継いでほしいなっていう気持ちがある反面、でもなんか分けることに意味があるかって言われたら多分なくって、それだったら NGT48 一つのアカウントをなんかちゃんと伸ばす方が大事だと思うから、
だからね、なんか引き継いでほしい気持ちもあるけど、多分 NCT48 の方であげることが正解なんだろうなって思ってる。そう感じがします。確かに研究生の TikTok やってた時はめっちゃ楽しかったけどね。そうでも分けることってあんま意味ないと思うんだよな私も。だからあれはあれでね、なんか私たちの当時の研究生の思い出としてむしろなんか残しておいてほしいって思う。なんかもうあれはあれで何も更新しなくていいのかなって、だって最後綺麗な終わり方してるし。っていう気持ちもあるよねって感じです。そう NCT の TikTok これからもっと伸びることを期待してますっていう人任せな気持ち。お前もやれって思うかもしんないけど、私はちょっと。わ食べた。誰かと一緒に撮れとかだったらねいいんだけどね、ちょっと一人では撮れない、それでは取れません。誰かと一緒と仲だったら全然取れるんだけど、それはちょっとお願いしたい。だからそれぞれのさ、なんかこうなんだろう、いい人がいるといいんじゃないかな、担当の人みたいな。そしたら3期生はそれぞれの分野でこうお手本にする先輩がいたらいいのかなって思いますね。もう私はちょっと TikTok わからない。わかりません。多分3期生の方がいっぱい知ってる。でも最近 TikTok 見る時間ない、全然見てない。最近そうなんですよね。だから3期生がこれからまあいろんな SNS とかも始まっていくのかなと思うけど、上手に多分さ、なんだろう、今やっとメールがさこう落ち着いてきた、自分のペースをつかみ始めて、なんか自分のなんだメールの中での個性みたいなのをつかみ始めてるところだから、それぞれ SNS が始まった時にもなんかこう自分のペースみたいなのをつかんで、なんかどの SNS もなんだろうな、どこかしらでちゃんとなんか充実してる部分ができてたらいいのかなって思います。うん、だから今はこうメール一本だからメールの魅力がすごい伝わると思うので、3期生ぜひ読んでいただきたいなと思っております。はい、ちなみに私は3期生のメールを読んでいたことで、あのなんかメールの新しい機能を知りました。文字をでかくするって文字をでかく太くするっていうあの技術を3期生のメールから学びましたので、そう。なのでね、あの3期生のメールとてもお勉強にさせていただいてます。はい、返信でもね多分ねできるんじゃないかな。なんか返信でたまにめっちゃ文字でかい人とか色違う人とかいるんだよね、たまに文字の色変えてくる人いるからできるんじゃないかな。そうでもあれがちょっとやっぱ分かんなかったな、写真のさ文章と文章の間に写真を入れる機能、あれはちょっと分かんなかったな。なんかできてなかったらしい、返信で聞いてた。写真は全部文末についてましたってみんなに言われたから、多分あれはできなかったんだけど、まあ別にできなくてもいいかなって思った。なんか今までできないって分かってて文末につけてたから、もうこれからも文末でいいかなって気持ちになりました。そう写真はね送れない、ファンの皆さんからの返信に写真はつけられないです。そう
うん、それはちょっと諦めた。文章と文章の間に写真を載せるの。でもなんかそれに関してはあんまり、なんだろう、必要性を感じてない。この4年間ずっと文末で写真つけてきたから。でも文字をでかく太くする機能はちょっと便利かもしれないって思ったので、ちょっと使っていこうと思ってます。はい。画質落ちんの？文の間に写真挟むと。そんなことあんの？え、じゃあ私今まで高画質でお届けできてたってこと？そんなさ、文章と文章の間に挟んだだけで画質変わるなんてことあるの？私3期生のメール読んでてそれあんま感じたことなかったけど、誰だろうね、写真の間に文章書いて、あ、文章の間に写真載せてる人。元ヤナとか結構そんな感じじゃない？花江ちゃんはね、文末派。あんま別に画質気になったことないかもしれないけど、そうそうなん。そんなことがあるんだ。じゃあ私は変わらず文末に載せますね。私は文末に写真を載せますね、これからも。でもさ、めっちゃやっぱ画質良くなったっていうのを今日実感しました。なんか携帯14 Pro に変えてからもう1週間くらい経ったんですけど、1週間経ってもう普通に、なんだろう、通称と撮影会の時、通称撮影会終わった後とかもなんか自撮りしたりとか写真撮ってもらったりとかしたんだけど、なんか今日急に画質がめっちゃ良くなって、なんか外で撮ったからかな、めっちゃくちゃ画質が良くなってて、そう、あのなんかノーマルカメラでアイス撮った時はめっちゃ画質良くなってたし、なんかアプリで撮った時もなんかね、めっちゃ綺麗になってたの、画質が。これが iPhone 14 Pro の力かってなりました。そう、なんかめっちゃやっぱね、外で本領を発揮するタイプかもしれない、この携帯。なんか今まで室内で自分の写真とか撮ってもらってもなんかあんまりその画質の変化みたいなのって感じなかったんですけど、なんかここに来て急に画質良くって、今日も写真びっくりしました。そう、多分外の方がねめっちゃ画質の良さを発揮する。なんかアプリ使ってもめっちゃ画質良かった。そう、なんかポートレート使ってないのね、あのインスタのストーリーに載せた写真とか。ポートレート使ってないのにめっちゃさ、ポートレート使ったみたいに奥若干ぼやけてんの、めっちゃ画質良くてびっくりしてます。めっちゃ画質良く、多分ね、そう、外だと本領を発揮してくれる、めっちゃいい感じ。そうなんです。でもなんか室内で撮った写真はそんなに変わらないから、逆にどうですか、みんなから見て、メールとかで送られてくる写真さ、そんな画質の変化ないでしょ。いつ変えたっけ、この日9月24日に変えた。9月24日以降の写真でもそんな変わった感じしないですよね。でもさ、今日さっき送った写真のさ、1枚目とか結構めっちゃ画質良かった。そう、あ、色、うん、確かにそれもあるかもしれない。1枚目めっちゃ鮮やか。ねえ、そう、それでしょ、めっちゃそうじゃない、今日送ったさ、メールのさ2枚写真がついてるうちの1枚目さ、めっちゃ画質良くなったって思いません？急にすごい画質良くなったんだよね。やっぱ外だとめっちゃいいのかな。そう、びっくりした私も。あとあれかも、あ、待って、これはあれかもしんない、あのユーライクのさ、スピード撮影と高画質撮影みたいななんかあるんですけど、なんかスピード撮影だとシャッター音しなくっ
ってなんかシャ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 って撮れるんだけど、高画質モードだとなんか一回一回パシャって言って結構その時間かかんのね、一枚一枚に。そういえば最近携帯変えてから高画質モードで撮影してた、その違いかもしんない。なんかシャッター音鳴るのが今好きじゃないからスピード撮影を今まで使ってたんだけど、アプリも高画質機能の方で撮影したのもあって多分道が必要くなったのかもしんない、忘れてた。そういえばそれも多分あります。だからアプリ使ってても画質そんなに今までよりも落ちてないかも。で元の携帯も結構さ新しくしたばっかりだからそれがあるかもしれないです。そうやっぱでも違うのかな、スピード撮影で撮るのと高画質撮影で撮るのと。えでもそれで言うとさ、さっきさインスタに載せたさ写真もさ高画質モードで撮ったの。そういえばいつもはもう夢ゆなにお願いするとシャッター音とかしないから永遠にこうやってで押され続けるんですよ。押され続けてもういつ撮ってるかわからんみたいな感じなんだけど、そういえばその携帯変えたタイミングで高画質モードで撮ってるから、あの昨日もツーショット撮影会の時にそれのモードでそのまま撮ってもらったんだった。だからさめっちゃ画質確かに良かったかもしれない。画質でもインスタ載せたら画質落ちちゃうからもう分かりにくいかもしれないけど、いつもより漏れてた気がしますいつもより漏れてた気がしますね。高画質は容量が桁違い、あやっぱさ容量重いかな、やめよっかなえそう分かる、なんかさ目がめっちゃさ漏れてた高画質モードで撮ると。え思った私もやっぱ違うのかな高画質モードだと。でもめっちゃやっぱ漏れるのかもしれん。画素数ちょっと待って調べてみます。あー見方が分かりません。なんかすごく数字がいっぱい数字がいっぱいで画素数ってどでーって感じでした今見ようと思ったらそうでもめっちゃ確かに目がねいつもクルクルだった、私も思った。自分でインスタ投稿したやつちょっとでもやっと携帯がなんか良くなってきた、携帯変えて良かったって思い始めた。いい感じでした。そう今日はねあのお休みだったのでやばいんです、今月休みなしで頑張るぞみたいな感じそう昨日さツーショット撮影会の時にあの発表させていただいたんですけど、10月のね30日にあのツアーの新潟公演が決まりまして、そう昨日ね発表させていただいたんですけど、10月30日新潟県民会館で昼夜行われます。はい、なので10月が10日にねあの千葉、そう10日に千葉がもう前から発表されててあるんですけど、その10日と30日と今月は2回ツアーがあって、そうなんですよ、しかも間がさ20日しか空いてないってことじゃないですか。そうあ昼夜です、そうなのそうなの。だからあのもうさそれだけツアーリハだけで結構さスケジュールを取られるじゃないですか。それに比べてさそれに加えて土曜日はずっとツーショットとおしゃべり会が交互であるじゃないですか。そうだからもういっぱいスケジュールがとってもわかる。今まで1月さ1会場だったからさ、そうなの今月は2会場あるから、そうなんです。でちょっとヤヒのさ卒業公演もいつあるかわかんないから、まだもうめちゃくちゃねスケジュールがいっぱい、そうなんですよ。まだね詳細、そう昨日発表したんだけどさ発表しましたよっていうのが発表されてなくってさ、
ね、あの会場にあの場で聞いた方しかさ分かんないみたいな状況になってるんだよね今。でもあのちゃんと発表されるはずです忘れられてんのかなって感じなんですけど、わかる。なんかすごい早くやろうって思っちゃうけど忙しいのかな。そう、なんか私がさ発表したから私からさ言ってもいいんだけどさ、それは公式からやるべきじゃないかとも思ったりしてさそうなんだ。でもあのスタッフさんにこれはあなたはあそこで発表してくださいって言われて発表したものなので、あの事実なんじゃなんじゃ事実ですなぜ濁した事実なんじゃないかな事実です、はいそれはね事実なんですけど、あの会場にいた方じゃないとさ聞いてない子だね。そうだよね、え、それ本当の話みたいな感じかもしれないんですけど、そうで、やっぱりさその10月30日にさあの新潟でさやるから、もう10月2回目とかもあるのに10月30日にやるし、やっぱ新潟にまた戻ってくるから、これファイナルなのってめっちゃ聞かれたんですね、ファンの方に。あの場で発表、あれはね何部だ、1、2、3、4、5部、5部の前かな、5部の前にあの場で発表させていただいて、その後すぐ5部が始まったんですね。であのこれがファイナルってことかなって聞かれて、なんか私もなんかどうなんだろうみたいなそう、5部の時に言われた時はどうなんだろうみたいな感じになったから、5部終わった後あのスタッフさんに、あのさっきツアー10月30日に発表したじゃないですか、あの新潟だからその30日がファイナルなのってすごい聞かれるんですけど、なんて答えたらいいんでしょうって言ったのね。そしたらファイナルなはずですって言われてそう、はい、なんか はずみたいななんかみんなの、そうみんなの頑張り次第ではもしかしたらまたどこか回るかもしれないけど、なんか現状はファイナルのつもりでいますみたいな感じの言い方で、え、じゃあそれはつまりファイナルって言っていいってことですかって聞いたのね。そう、すごい聞かれるから、そうだよって、ファイナルなのって聞かれるから、そうだよって答えていいんですかって聞いたら、ファイナルなはずですしか言われなくて、なのでみんなもそのファイナルなはずですの気持ちで言ってくれたらと思うけれども、それならそうと発表した方が良いのではないのでしょうかと思っております。なんかスタッフさんもスタッフさんで結構そう、これ言っていいのかねみたいな、隔離の連絡してみるねみたいな感じだったから、そうでもはずですは言っていいって感じだったから、そうファイナルなはずですけど、そのみんなのファンの皆さんとの頑張りによってはまたツアーでどこか行けるかもしれないよねみたいな感じでした。そうだから、うん、ファイナルだと思っていいんじゃないかな。まあでもそうだね、新潟にね帰ってきてるしねっていうことを考えると、まあファイナルなんだろうなっていう気持ちではあるかなっていう。例えばね、その新潟10月30日の新潟の会場のもう申し込みが倍率何千倍みたいな感じになったら、また別のところへツアーやろうねみたいな感じなのかな。そう、ファイナルなはずですって言われました。そう、でもなんかね、どうなんだろうな。
まださ、その10月30日にツアーが決定しましたっていうのを昨日あの場では発表したけどさ、それは公式のどこにも発表されてない以前にはさ、なんかそれ以上私もさ、どこまで何を話したらいいのかっていう感じですよね。発表した本人がみたいな感じかもしれないけどさ、私もこれを言ってくださいって紙を用意されて言ったに過ぎないからさ、なんか確定したそのなんか詳細は追ってみたいな感じで報告したんですけど、あの時はなんか10月30日に新潟県民会館でツアー昼夜開催することが決定しました、詳細はなんか後ほど追って発表しますと、10月10日のなんか千葉会場のやつは10月3日からローソンチケットで販売されるから、まだ申し込んでない方はぜひ申し込んでくださいみたいな告知内容だったの、あの場で発表したやつは。だからなんかその30日のツアーに関してはあの場でも特にちゃんとは話してなくて、県民会館で昼よりやりますよってことしか発表してなくって、そうだからなんかそれの公式的な発表がない限り私もそれ以外のことはそんなに詳しくは知らないというのが本当の部分かなといったところです。そうでもファイナルなのっておしゃべり会というかツーショットでファイナルなのって聞かれた時はそうなはずって答えてくださいって言われたから、そうなはずって言っておきます、はい、ね、でもなんか10月30日に会場が決まってるならなんかもうちょっと早く発表してほしかったっていう方も多分ねいらっしゃると思うからね。そうだからその発表がさ、だってもう10月入ってるからさ、そうやってなんかね思わせてしまうのはすごく申し訳ないし、発表してもなおまだ公式的には発表がないからすごい申し訳ないなっていう気持ちです。ほらしました、ありがとうございます。ね、なんかその聞いたところによるといろんな他のアーティストさんとかとも結構ライブが重なってるらしくって、そうだからね、その遠くから来てくださる方とかね、そのお泊まりホテルとかね、そのお宿を予約することも考えたらね、交通の便もそうだけどさ、ちょっと早くね発表できたらなっていう感じですけど、そうね、でも まずはその10月30日にやるよっていうことをまず早く発表しよう今なんかあの場にいた人しか聞いてないみたいになってるから、早く発表しようって気持ちです、私もなんかそれが公式的な発表があって初めてさ、私たちもさなんか引用リツイートとかの形でさなんかちゃんと言えたりするじゃないですか。だから、ね、そう私たちがさ言うにしてもさ、それでもしめっちゃ間違ったこと言ってたらさ大変なことになるじゃないですか。だから私たちも結構ちょっと公式待ちみたいなところあるんですけど。そうなんですよね。ファンの方のツイッターで知りました。そうだよね。なんかその私たちはさツアーのさ追加日程をさ結構通所と撮影会の場で発表してるじゃないですか。なんか他の方々ってどういう感じで発表してるんですかね、ツアーの日程みたいなのって。普通にもうさらっとネットに公開されるみたいな感じなのかな、それともどっかなんか大きいそのコンサートやってるところで追加日程決まりましたドーンみたいな感じで発表してるのか、なんか他のまあ48グループもそうだけど他のグループってどういう感じで発表してるんだろう。なんかさツアー自体がさ初めてだからさ、なんか何が普通かがあんま分かってないんだよねツアーの会場で追加日程みたいな。でもそうだ、普通だったら結構全日程やるよって決まってる分に関しては一気に出すよね、普通だったらね。そうだよね。なんか
私たちもあんまりそのちょびちょび出しなのに理由があるのかどうかもわかんないんだよね。なんか会場決まってるんだったら発表したらみたいな気持ちでもあるし、そう確かに YouTube とかで公開されてる時あるね。そうだ、確かに月一ツアーが珍しい。あ、そもそもみんなツアーってどれぐらいのスパンでやってらっしゃるんだろう、他のアーティストさんって。私たちは月一のペースが結構当たり前なのかと思っていたけど、でも確かにさ1週間の間にめっちゃいろんなとこ回ってる人とかいるよね、たまに。そのさ、なんかツアーが初めてのものでこれがなんか当たり前みたいになっちゃってるから、自分たちの中でどうなんでしょうね。月一が果たしてなんか遅いスローペースなのか結構普通なのかわからないけど、どうなんでしょう。スローなんだ月一は。月一会場はスローなんだ。そうだよね、かなりスローペースなの月一ツアーって。週一すごっ。まあでも確かにそうだよね、確かに。そっか、なんかイコラブさんのとかたまにツイッターとか見かけると次は沖縄ですみたいな。お、沖縄確かに月一とかのペースじゃなかったわ、なんかイコラブさんのツアーのツイート見た時そんな感じだったかもしれない。東京埼玉千葉なら一気に行けた。あ、確かにね、そうだね、近いからね。毎回新潟から、しかもさ当日の朝に行ってるの私たち、いつも結構 しんどいよ当日の朝に向かって昼夜公演するの結構疲れるよそうなんだよね、確かに。そしたらなんかいっぱいあの辺で徐々に新潟からちょっとずつ離れてこう止まってってみたいな。確かにね、そうだよね。なんか私たちはもうこれが当たり前になってしまったけど、ツアーってそういうものなのかっていう感じです。月一で関東だけをツアーとは通常は言わないかも。そうなんだね、私たちはこれがツアーだと思って頑張ってきたからそう言われてしまうと悲しいけど、でも多分そうなんだろうなって感じです、他の周りから比べたら。でもこうツアーをやるっていうこと自体にこう意味を持って、私たちはあの7年間ツアーやることを目標に頑張ってきてたグループだから、まあその月一関東だけ、今のところですね、月一関東だけってなってもやっぱツアーをできていることには変わりはないので、あの次の10月30日新潟がファイナルみたいな、ファイナルなはずの予定なんですけど、最後までね頑張りたいなって、ちゃんとツアーとして初めてのツアーとしてここまで頑張ってきてるので、最後まで頑張りたいなと、おそらく最後が10月30日の予定なので頑張りたいなと思います。はいちょっとその表現どうにかしない、本当にツアーのはず、ツアーのはずじゃない、ファイナルのはずって何、本当に私たちの心構えもさファイナルなはずだよねみたいな、もうこれがこのちょっと目標に頑張ってきたツアーの一旦、ファーストツアーはファイナルになるから頑張ろうっていう気持ちで締められなくないですか、はずって言われちゃったらだからもうでも気持ちはね、やっぱどのツアーもどの会場でも一回一回を大切に頑張ってる気持ちに嘘はないので、はい頑張ります。確かにね、ファンの方もそうだよね、ファイナルってなったらねスケジュール調整するけどね、これがファイナルじゃなかったらどうせまた同じことやんだろうって思っちゃう、そ
そんなことはないから来てほしいけどね、どの会場もそんなことは決してないから、どの会場ももちろん来てほしいんですけど、確かに逆にファイナルってなったら、あの来てねってなるのね。そうだよね、難しい本当に。ただ10月30日に新潟でやることは確定しているので、はい、楽しみにしてくださったらなと。その前にね、10月10日千葉でありますのでね、あのぜひ来ていただけたらと思います。はい、そっちがまずね先にあるので、10月2回あるからね大変なんですけど頑張ります。はい、そうだから、まあそんなわけでね、10月はね2回ツアーがあったりとか、あのいろんなことがありますので、結構本当に忙しくさせていただいてるんです、ありがたいことに。でその10月最初のお休みが今日だったんですけど、今日も多分めっちゃ、あでもユナコの卒業公演の前日は本当は休みだったんだから1週間ぶりくらいの休みなんですけど、そうなの、だから今日はお休みだったからね、お出かけをしてたんですけど、そうあのなんだっけ、道の駅くがみっていうね、なんか最近できたばっかりの道の駅なんですけど、なんか新しいところで、なんかキャンプとか、なんかデイキャンプなんだけど、デイキャンプができる施設があって、そうそこにね行ってきた。まあ今日はしてないんだけど今日は普通になんか遊びに行ってご飯食べに行ったみたいな感じなんですけど、そうお天気良かったから今日めっちゃ楽しそうだった、バーベキューしてるの。私まだ一回もキャンプも行ってないし、バーベキューもできてないからちょっといいなと思って見てきたんですけど、そうしたらね、あのそこなんか直売所、道の駅だから直売所みたいなところがあるんですけど、なんかそこにねめっちゃでっかい梨が売っててね、なんかえこれ嘘じゃないんだけど本当にこれぐらいの大きさの梨が売ってたんですよ。あのもこれは持ってなくって、割とリアルに本当にこれぐらいの大きさなんですけど、梨が売ってて1個350円だったの、この大きさで、めちゃ安くってね、そうめちゃでかかった。その梨とあとシャインマスカットがね1000円で売ってたのね。そうえシャインマスカット1000円って安くないってパパと話して買ってたんですよ。え確かにこの大きさのスイカも売ってた、ちなみに言うけどスイカにしてはこれは逆にちっちゃいんだけど、ちっちゃいスイカも売ってた。でもこの大きさの梨を買ったの。そう梨とシャインマスカットをね買って、そう買ったんだけど、その後なんか今日弥彦枝豆祭りっていうのがやってたのね。でなんかその結構近いんですけど、久我美から弥彦に行ったらなんか枝豆祭りなんだけど、そのいろんなリンゴとか梨とかブドウとかも売っててね、したらねそっち行ったらね、なんとシャインマスカット一房500円で売ってたのなんか1000円でも安いと思ってそこで買ったのにね、一房500円でシャインマスカット売っててね、二房買えたねみたいな。そうだから500円安いよねシャインマスカット。そうそれでだからそっちの500円のも買ってそうなの、2つ買えたね。でもまあとりあえず500円だから1個買うって言って、今日シャインマスカット2つも買ってきたの食べ比べしたら、なんかママがさっき食べ比べしてて、まだ私は食べてないんだけど、ママがなんか食べたらやっぱ1000円の方が美味しかったらしい。なんか粒の大きさがまそうちょっと違くて、やっぱ1000円の方が粒でかかったんだけど、そう1000円の方がやっぱ美味しかったって言ってたそうだからシャインマスカット2房とでっかい梨が今うちにある確かにね500円のシャインマスカットの方が美味しかったらちょっとショックかもしれない。でもなんかね、そのねなんか弥彦枝豆祭りっていうのに行ったんですけど、そのなんかねあのなんていうのかな、地域のお祭りみたいな、まあ弥彦のお祭りみたいな感じで、そんなすっごい大きいお祭りっていう感じではないんですね。
なんかたまたま近くに行ったからなんか行ってみたみたいな感じなんですけど、そのシャインマスカットを買った時もなんかさ、なんて言うんだろうな、こう学校のバザーみたいな、なんかその本当に地域のお母さんとかがこうなんか売ってるみたいな感じだったの、そのお店が。なんかシャインマスカットの、その500円のねシャインマスカット一房くださいって言って、それ買って袋に詰めてもらったの。そしたらなんかこうなんかって言っちゃったなんかね、粒が一個ポロって落ちちゃったんですよ、袋に入れるときに。そう、そしたらあーってなって、じゃあ落ちちゃったから入れるねって、そのもう房からば取れちゃったんだけど、入れてくださったの、落ちたの。そしたらこれもおまけね、じゃあこれもおまけで入れようって、そのなんか他のシャインマスカットから落ちた粒のおまけをいっぱい入れてくれてそう、だからなんかすごい温かさを感じました。なんかスーパーとかさ、それこそ1000円で買ったものはもうこれで1パックって売ってるんだけど、なんかその500円のシャインマスカットはこうなんかカゴにドサって入ってるものからこう何さくださいって言うと袋に詰めてくれるタイプ で、それをお母様方がやってるみたいなやつだったから、すごいおまけしてくれてなんかすごい学校のバザーみたいだった、本当にありがとうございますって感じ。そうで、なんかさ、そのお母さんの隣にお子さんもいて、なんか小学生高学年とか中学生ぐらいのお子さんが隣にいらっしゃって、そう、なんかそれもおまけで入れてあげようよみたいな感じで言ってくれて、そう、なんかめっちゃ本当に学校のバザーみたいだった。そうで、その後なんかこのツバメに行ってね、その時にさ、そうだ、ヤヒコの枝豆祭りでなんか枝豆のつかみ取りをね、なんか1回100円でやっててやったんだけど、その枝豆さっき食べたらめっちゃ美味しくって、なんか今年の夏も枝豆いっぱい食べたんだけど、なんか今年の夏に食べた枝豆の中で一番美味しかった。なんか、ヤヒコの枝豆ってめっちゃ美味しいってなりました。香りがなんか強い枝豆の、すっごい美味しかった。だからつかみ取りでなんか私とパパで100円でやったんだけど、だから200円で結構500円分ぐらい取ったんですけど、そう、片手でこうくしゃやるんだけど、なんかめっちゃ美味しかった。なんかそういうのってもうさ、なんか羽豆みたいなのなのかなって思ったの、そんな100円でさ、つかみ取りみたいな。でも全然そうじゃなくて、なんかむしろめっちゃいい枝豆つかませてくれたみたいなそう、めっちゃ美味しい枝豆だった。でもさ、ヤヒコの枝豆ってさ、なんか早い時期に取れるやつだから、なんかなんでこの時期に枝豆祭りしてて、なんでこの時期の枝豆が美味しいんだろうってちょっと不思議だったけど、めっちゃ美味しかったです。そうでね、その枝豆祭りが終わったっていうか、その後になんか青空なんだっけ、おろし忘れちゃった、なんか特売市みたいな、なんか燕三条で金物の町だから、なんかそういう洋食器とか、なんか鍋とか作ってる会社がめっちゃあるんですけど、なんかその会社がこう一堂に会し、こうなんか道路にめっちゃ長いの、なんかあれさ、100メートルくらいあった気がする100メートル以上あった気がする、100メートル以上あるなんか一本道の道路にうわーって全部なんかフリーマーケットみたいななんかテントがあって、そういう鍋とかがなんかいろんな会社から出されてる、ほんとフリーマーケットみたいの行ってね、なんかすごい人の多さにびっくりしたけど、そういうフリーマーケットみたいな感じ、なんか地元の人たちが集まるみたいな、なんかすごいアットホームな感じでめっちゃ楽しかったですいや、訳ありっていう感じでもなかったんだよね、なんかなんだろう、在庫処分みたいな
訳ありではなさそうだった。全然普通に、なんかでもめっちゃ安い、なんか3つで100円ですみたいな、めっちゃほんとフリーマーケットみたいな売り方してて、そうすごい何でも売ってたよ。でもその金物の町だから鍋とか包丁とかハサミカッターとかもなんかそういうのが多いけど、本当になんか日用品、なんか首掛けの扇風機とかなんかいろんなものを売ってた。面白かった。それで私なんか小学生の頃フリーマーケットを結構やってたのね。なんか地域のそういうお祭りのフリーマーケットもやったし、なんか NST 祭りのフリーマーケットも出そうと思って、でも結局雨で出せなかったんだけど、なんかそういうのも結構やってたから、フリーマーケットいっぱいいろんなの、そう、え、私売ってたのいっぱい、2個で100円です、なんかマックのおもちゃとか、マックのおもちゃ10円で売ってた。結構高くない今考えるとちょっと高くない、マックのおもちゃ1個10円、儲けてんなと思うけど、そう、なんか値札とか作るの大好きだった。そう、だからなんか懐かしい気持ちになりました。そういう地域のお祭りみたいなのめっちゃ行って、そう、なんかフリーマーケットとかも経験して、なんかキャンプもそうだけどさ、フリーマーケット経験してる人も多分あんまいないだろうなって、なんか最近のあんましなくない？やっぱメルカリとかでさ、ネットで売り買いできるからさ、フリーマーケットっていうイベント自体がさ、もう正直さ必要ないじゃないですか、この今の時代に。そうだから多分やったことある人の方が少ないと思うんだよね。そうだから、でもなんかそれもちっちゃい頃とかいっぱいやってきたし、そうなんだから、今になってそういうね、なんか昔のさやったこととかがなんか思い出もそうだけど経験になってたりすることもいっぱいあるから、そうなんかやっててよかったなーってクモみたいになった。クモもやってたけど、やっててよかった、クモ式でクモもやってたけどすごい最近そう昔経験しててよかったなって思うことが結構多い。キャンプもそうだし、フォローしました、ありがとうございます、ありがとう。そうなんかさ、私は逆にそういうメルカリとかちょっと苦手で、なんか誰が使ってたかわからないものとかを使うのが結構苦手なのね。でも逆にさ、フリマとかの方がさ、なんかその使ってた人が売ってたりするからさ、なんかそっちの方が私は買いやすいし、なんか値切り交渉とかもそうだけど、対面の方が私は結構好きだったから、自分が売る側でも買う側でも、そうだからすごいなんか懐かしく感じました。なんか嫌じゃない、誰が使ってるかわからないからさ、あんまり好きじゃないんだよね、メルカリとか。そう、そう、誰が使ってるかその場でわかるのがいい、フリーマーケット。だからすごいあのなんか楽しかった今日はそういろんな会社の方がいっぱいいらっしゃって、なんかいつかお仕事で関わる人がいないかなって思って見てましたはじめましてありがとうございます、ぜひフォローしてください。なんかそう、もうさ今何がさそういう経験、何に生きるかわかんないからさ、なんかその場に行くこともそうだけど、なんかめっちゃ周りの人を見ちゃう、なんかいつかお仕事で一緒になるかもしれないとかさそう、知ってる人はさすがにいなかったかな、でもファンの方がいてもおかしくなさそうな感じではあるけど、でも実際なんか自分がアイドルになる前にそういう NGT のイベントとか行った時は、なんかもし自分がこうアイドルになった時にこうのために顔覚えとこうって思って、その時からめっちゃファンの方のこと見てたりしたから、そうだからなんか結構人の顔めっちゃ見ちゃうかもしれない
イベント興味も結構見てた、そういうところとか。なんかファンの方もさ、さっき年齢の話もしたけどさ、仕事も何してるかわかんないじゃない。なんか前一回ファンの方が何のお仕事されてるかって聞いたことあるけどさ、お仕事してる想像がつかない、悪い意味じゃないですよ。なんか普段こうファンの方として接してるから、なんかそのお仕事をしてる姿が想像つかなくって、なんか何のお仕事されてるんだろうなってすごい思うんですね。そうだから、なんかそのファンの方だからさ、今日もさ、そういう金物のなんかそういう場所に行ってきたんだけど、やっぱなんか男性の方がすごく多かったの、その会社の方かわかんないけど、だからファンの方がいてもおかしくないなーって思いながら結構見てた。みんながね、何のお仕事してるかね、私は全然わからないし、一回聞いた時も全然想像がつかなかったから、そうなんだって思って。そうだからね、なんかすごいいっぱい見ますね、みんな。いやでも本当にファンの方って何のお仕事されてるんだろう。わかんない、全然。そうでもさ、だってそういう私がさ、そうやってさ、ファンの方がいるかもしれないなと思って見てて、本当にいる可能性だってあるわけじゃないですか。なんかだからこうさ、普段自分がさ、めちゃくちゃお世話になってるところに実はファンの方がさ関わってるかもしれない。自分が使ってるものとかさ、実はめっちゃファンの方が関与してるかもしれないしさ、すごいそう考えると不思議だよね。だからめっちゃ本当は気になるんだけど、年齢とお仕事だけはなんか聞いていいのか分からなくて、いつも聞けないみんなに。みんな的にはどうですか、年齢とお仕事を推しメンに公表しても大丈夫なタイプ、それとももう絶対全部そのお仕事と年齢ももうシークレットでいたいタイプと、どっちですか。どうなんだろうね、何でも聞かれたら答えるよ。もうめっちゃオープンな感じ。あ、確かに聞かれたら言う。まあでもそうか、そうだよね。確かに。そう、なんかでも逆にお仕事何してるっていう風にもう聞いて知ってるからこそ、なんかお仕事頑張ってねにもなんかすごい意味を込められると思います。もちろんどの方に対してもお仕事頑張ってねだし、お疲れ様なんですけど、なんかこの方は何のお仕事をしているっていうの分かってると、なんかより気持ちを込めて言える気がする。そう。でもすごいファンの方の中で一番気になるところかもしれない。なんかもうさ、すごい一覧欲しい。なんかもう全ファンの方の情報めっちゃ把握したくなる。誰推しとかも含めて、なんか顔写真と、でも本名は別にそんなに、なんかあの生写真とかでさ本名でねサイン書きとかしてるけど、本名をすごい知りたいとまではあんま思わないけどさ、顔写真と年齢と職業と誰推しかっていうのはなんか誰推しか、あとなんか地域も知りたるし、どこに住んでるか、何県住んでるかとかまで知れたらめっちゃありがたい、嬉しい、知りたいと思う。そうって思います。マイナンバーカード作れそう。いや、ファンの方のそういうのめっちゃ知りたいけどな。そう、でもね、ちょっとね、すごい、でもどうかな、あのですね、すごくいいものがあるかもしれなくてですね、まあでも、そう、
なんかみんなの本当はプロフィールめっちゃ知りたいけど、その顔と名前と出身地と年齢と何のお仕事をしてるかめっちゃ知りたいんだけど、実はいいものがあるかもしれなくて実はいいものがあるかもしれなくて、さすがにそこまで知れるものではないんですけど、ちょっと手あるものがあるので楽しみにしておいてほしいんですそう、あのね、すごいちょっと私のすごく楽しみにしているものがあるんですよ実はそうなの、ちょっとね、でもどうなんだろうな、まあね、それがね何かって言いますとね、実は生誕グッズなんですよ今年のね生誕グッズをもう今ね制作最中でして、あの生誕グッズのデザイン案をもう出して一回帰ってきてるのね、あのこんな感じでいかがでしょうかみたいな感じ で、そこからもうちょっとここをこうしてくださいとかなんかいろいろ言って最終的に詰めていく感じになるんですけど、そうで今回の生誕グッズのデザインは結構自信を、まあ、どのね何歳の時ももちろんそうなんですけど、今回は結構すごい楽しみな感じになってますそう今回の生誕グッズはかなり楽しみな感じに、ね、なってまして、そうでね、そう生誕 T シャツも無事にライトパープルにできることが決まりまして、そうなんですよ、よかった、聞いて最初ねちょっともうライトパープルできないかと思ったんですけど、ライトパープルにできることになりまして、そうなのそうなの、なのでデザインもね T シャツもタオルも今年はすごいいい感じ、今年はとか今年もなんですけどいい感じのデザインに仕上がっておりますのでちょっと楽しみにしててください。ちょっと今のが結構ヒントかもしれないですねでも私はすごく自信を持ってお届けしたい、とてもそうね、でも今年もライトパープルにできることが決まったので、そうだからね今年もみんながライトパープルをあのいっぱい着てくれると嬉しいなと思います。そうで次のツーショットの時は21歳のね生誕 T シャツを着るので、そうだからみんなと21歳の生誕 T シャツで写真撮れるのもすごい楽しみだし、そう今年のも、でもなんかさちょうどさ今10月生まれのメンバーの生誕グッズがなんかファンの皆さんに届き始めたらしいので、もうそろそろ発表されるくらいになる、まだ最終案が来てないからもちろんまだなんですけど、あの10月中旬頃には多分発表されると思うので楽しみにしていてくださいはい、あやばい、もう10時過ぎちゃった、私喋りすぎじゃない、7時45分から8時45分、2時間15分あジェラピケのパジャマね届いたよ、届きました、いつでも着れます、もう箱からも出しました、今回は珍しく箱から出したけど出した後投げっぱなし箱は潰したけど中身は置きっぱなしみたいになってます今出したけど、でもこれでいつでも着れますよ、これで安心だね、そうなので楽しみにしててくださいね、どれもこれもちょっともう10時過ぎたのでそろそろ終わりにします、すいませんね皆さん長々とお付き合いいただいて、そんな中身のない話をでもちょっともう3日間ぐらいやってない間に話したいことが山ほどあって
あ、そう、じゃああともう一個話したいことを言っておくと、あの奈々子さんの卒業公演でも技巧伝ができたことがとっても嬉しかったです。私もはやなんか技巧伝折り面なんじゃないかっていうかくらい毎回出てておもろいでもなんか奈々子さんが今回はそのなんだろう、今までの思い出の曲とかやったことある曲をすごくベースで卒業公演のセットリストを組んでらっしゃったので、あのやったことある曲を結構基本的に入れてくれてることが多くて、そうだから最初のあなたの代わりはいないもうなんか誇りの丘公演、ニキドラさん誰のアンダーやってたってダンスの先生が全部聞き回って言ってくださって、私はなんかレナポンさんのポジションと、あとリカさん、あやにゃんさんのところはリカさんのポジションなんだけど QN3 だとリカさんのポジションと、あとモフさんのポジションをやったことがありますって言ったら、モフさんポジだったの今回。あなたの可愛いな、あのこのヒロイの前のとこの移動鬼ある人端っこ一番端でめっちゃ移動するモフさんのポジションをね、そう研究生の時何回かラスベガスやった時とか何回かモフさんのポジションやったことがあって、そこに入れてくださってて、そうで技巧伝もそのあや太郎さんの出場公の時にやったメンバーのところが基本入ってて、あとリカさんとつぐみさんが新規で技巧伝入ってくださったみたいな感じで、そうなの、なんかセカヒトもそうなの、私がセンターですごい申し訳ないっていう気持ちだったんですけど、なんかツアーをベースで、ツアーでさセカヒトも全員でもともと披露してるから、なんかそれをベースでもうとにかくリハ時間が2日間しかなくって、リハの時間も少なかったからなるべくこうみんなに負担をかけないようにってするために、その基本やったことあるポジションでみんなを入れてくださってて、そうなんです、だから技巧伝もまたできたし、そうしか人もセンターのままやらせていただいてて、なんかすごい申し訳ない気持ちもありつつなんですけど、そう多分ナノコさんはセカヒトオリジナルのポジションだったから多分あのままやってたんだと思う。そうだからセカオはナノコさんがセンターやってたりとかそうしたので、そうなんです、でも技巧伝できてめっちゃ嬉しかったもう技巧伝の折り面になれそうなぐらい技巧伝、去年の時メッセからずっと技巧伝選抜にあの入り続けてて、そうありがたいことに技巧伝選抜入り続けてて、これからもちょっと技巧伝愛好家として技巧伝いっぱいやらせていただこうと思っております嬉しかったその報告だけですちょっとじゃあもうランキング読みますね、すいません、遅くなってしまって。13位アルニスタさんありがとうございます。12位声が梅田さんありがとうございます。11位いつかの少年さんありがとうございます。10位ムービングさんありがとうございます。9位島風さんありがとうございます。8位 MS さんありがとうございます。7位トッシーさんありがとうございます。6位トシさんありがとうございます。5位サバサンドさんありがとうございます。4位テルハヤさんありがとうございます。3位タカさんありがとうございます。ニホッシーさんありがとうございます。1位ユキさんありがとうございます。すいません2時間以上もベラベラと喋り続けてしまいちょっと今日本当に今日ぐらいしかゆっくりショールームできないんじゃないかっていうぐらいね、うん、できる時間がめっちゃ限られてたから喋りたいこと全部喋りましたありがとうございました。それでは終わりにしたいと思います。生誕グッズ楽しみにしてたねありがとうございました。おやすみ。